M110 SASSはアメリカのナイツアーマメント社によって開発され、アメリカ陸軍に採用されたセミオート式スナイパーライフルである。なお、アメリカ陸軍は2016年に後継の M110A1 を採用しているが、M110A1 はドイツの H&K 社が開発した別の銃であり、M110 SASS と直接的な関連はない。アメリカ陸軍により M24 SWS の代替として導入された狙撃銃でイラク戦争において市街戦が多発した結果、従来のボルトアクション方式の単射狙撃銃では命中精度は高くとも交戦距離の短い近接戦闘が多発する事態においては連射速度の遅さからイスラム過激派や反米勢力に用いられることの多いドラグノフ半自動狙撃銃に対し不利であるとされたことから半自動式の高精度自動小銃が狙撃銃として必要であるとの前線部隊からの要望によりSASSの計画名で半自動方式の狙撃銃の選定が行われた。この計画に応募するために AR-10 及び AR-15 自動小銃を設計したユージン・ストーナーによって設立されたナイツアーマメント社では自社開発の SR-25 自動小銃を軍用に改修したマーク11狙撃銃をさらに改修したものを開発した。XM110 SASS の仮正式番号が与えられたこのマーク11改めは作動機構は AR-10 及び AR-15 のものを踏襲しており、ガスピストンを用いない、ダイレクトインピンジメント方式のガス圧作動方式を用い、使用弾薬も AR-10 と同様の 7.62 X51mm ナトー弾を用いる。ただし、設計の過程としては AR-10 の改良型ではなく、AR-15 の使用弾薬を変更して、大口径化したもので、M16 と 60% の部品互換性がある。一方、AR-10 とは部品互換性がない。XM110 は2005年9月28日には最終的選考に合格し、2007年5月から6月にかけてニューヨーク州のフォートドラムにおいて第13学師団によって最終的な実用試験を受け、2007年にはアメリカ陸軍のUS Army Award as One of the Best 10 Inventions を受賞している。2008年に M110 SASS として正式に採用され、同年4月にはアフガニスタンにおいて初めて実戦で使用された。以後、2009年までに約4400丁が導入された。M110 は米陸軍のみが採用しているが、原型である SR-25 の改良モデルであるマーク11モッド例をアメリカ海軍特殊部隊シールズやアメリカ海兵隊が運用している。マーク11と M110 の相違点は、マーク11はサプレッサーシステムを装着して運用することが基本となっているために、サプレッサーが一体型となっていること、オプション装備を装着するためのレールシステムの形状が異なること、重傷が調整機能のない完全固定式であること、バックアップ用のアイアンサイトのうちフロントサイトの装備位置といった点が異なる。M110 の採用を受けて、米海軍と海兵隊では既存のマーク11のアッパーアセンブリのみを M110 のものに入れ替えたものをマーク11モッド1、M110 と同一仕様のものをマーク11モッド2の名称で導入し、既存のマーク11の改修、更新用として使用している。5.56X45mm ナトー弾を使用する M16 がベースとなっているため、7.62X51mm ナトー弾を使用するには剛性が不足しており、寿命が短いとの評価もあり、後述の M110A1 開発の理由の一つとなった。サプレッサー装着状態 M110 は、基本的に原型の SR-25 と同一だが、セレクター、マガジンキャッチ及びボルトリリースボタンは左右両面から操作できるものに変更されている。銃口内にクロムメッキの施された20インチ長のマッチグレード肉厚銃身を用い、銃身は根元の薬室接続部以外はどの部品にも接続されていないフリーフローティング方式になっており、ハンドガードもレシーバーの前部とのみ結合していてバレルとは接続されておらず、重心に外部からの力がかからない構造になっている。これらの特徴により、射撃精度は 0.75MOA という半自動式小銃としては極めて優秀な精度を持つ。レシーバートップやハンドガード部にミル STD-1913 規格の 20mm ピカティニーレールが搭載されており、各種オプションパーツがマウント可能である。原型の SR-25 やマーク11モッド0とは異なり、レールはハンドガードをアッパーレシーバーに固定するバレルナット部で分断されず、ハンドガード先端からアッパーレシーバー後端までつながった一体型になっており、ハンドガード最先端部には折りたたみ式のフロントサイトが格納されている。重心は一体型の固定式だが、バットプレートが調節可能になっている。このほか、ハリス社製折りたたみ式2脚を装備する。光学照準器は標準でロイポルド 3.5 から10倍可変スコープを搭載し、夜間戦闘用には、暗 PVS-26 もしくは暗 PVS-10 暗視装置付き光学照準器を使用する。マーク11では、スコープマウントはマウントリングが2つある分割式だが M110 では一体型となっている。サプレッサーは直接装着式のものが用意されており、銃口部のフラッシュハイダーを取り外すことなくそのまま装着して使用できる。なお、イラク戦争で用いるために導入されたこともあり、M110 は単カラーが標準仕様となっており、単カラー以外のカラーバリエーションはない。2011年4月、アメリカ陸軍は M110 についての運用部隊の不満点をまとめたレポートと要求される改善点のリストを作成し、ナイツアーマメント社を筆頭とした各社に提示した。これによれば、現在使用中の M110 はその大半に大規模なオーバーホールが必要であり、また、その修繕点は M110 の構造的な問題、構成部品の耐久性や寿命が低い点に起因しており、さらに、市街戦で使用するには、全長と重量が課題である、とされた。2012年7月より、米陸軍は M110 の更新を図るために CSS 計画を開始し、2014年にはドイツの H&K 社により開発されたマークスマンライフル G28 の回収型が G28E の名称でCASSの採用試験に参加するために開発され、選考の結果、2016年4月1日、採用が決定し、最大3643丁の導入が決定した。最終的に M110A1 として正式採用される段階では多くの変更が加えられた。ナイツアーミメント M110 SASS、ハットモッド1、2の導入に伴い、それまで単にマーク11とのみ呼称されていたモデルはマーク11モッド0となった。ソルジャーシステムズ。ショットショー H&K G28、E ハットミリタリーブログ H&K 社が、米陸軍の M110 からのリプレースを図る、セミオート式狙撃銃コンペに勝利。ありがとうございます。